成り行き番組風雲たけし城。天を突きそびえ立つこの城を人はたけし城と呼ぶ。今まさにこの城をめぐって壮絶なる戦いの火蓋が切って落とされようとしていた。城主は難攻不落のこの城を総額1億円をかけて築いたビートたけし。そしてこの城に攻め入ろうとしているのが攻撃隊長の谷隼人である。谷の軍勢は我こそはこの竹城を攻め落とそうと一般から寄りすがられた100名の精鋭である。前線を守る竹城軍団を蹴散らし土煙を上げて進んでいく。その職業はバスの運転手、庭師、学生、とび職、お菓子屋さん、電気屋さん、実に様々である。殿、大変です。大変、どうした。すごい人数が攻めてきます。大変、こちらです。殿、殿、ちょっとご覧ください。なんだ、総動士。かなりの大軍が来て、あ、かなり来てるわね、しかし。なんだこれは、一体なんだこれは。え、なんだ、ただこれ、あの、裏切り者たちの進軍で。いや、まあ、大丈夫ですけどね。なんだ、あの、この竹城を攻めしてるのは。任せてくださいよ。はい、ください。兵が。もう総長、どうなってんだ、これ。兵があります。高い兵が。兵さえあれば、こちらが残りやしね。どうってことない。この竹城は完璧なんだろうな。あの、竹の野郎ね。あ、これで。谷の野郎、この野郎。谷芸、この野郎。いや、竹城じゃない。谷隼人、谷隼人。俺、ガチョンかと思った、あいつは。何をやってるんだ、こいつは裸で。こんな野郎たちが何竹城を攻めようってのか。そうはいかないから。あれ、外堀にあれが塀があるんだな。これは鉄壁ですよ。塀がほとんど上がれないから。ああ、無理ですな。無理です。塀がもしも上がれたとしてもその時に第一人出てバッチンバチン撃たれちゃうわけだな。そうです。でもう完璧だな。狙い撃ち。それでほとんど近づけない。もう関門もいっぱいあるしな。あります。落ち着いて見てみよう。1986年5月桜の散ったその頃、皆さんこの戦場でですね、血と汗と涙と感動のドラマが始まろうとしています。みんな それぞれ、戦いを望む者はこの厚い壁をジャンプし乗り越えることができるでしょうか。非常に楽しみな戦いだと思います。私この戦場でレポートする柳沢慎吾です。いよいよ攻撃が開始された。果たして竹城城の運命はいかに。いけの関門、国境の壁は予想外に厳しいものであった。期待されていた戦士が次々と脱落してゆく。バスの運転手です。バスの運転手、今日お仕事は。もう今日あの、ね、なしなしの連休取ってまいりました。連休は。バスの制服がびちょびちょ。俺また帰ってすぐバスの運転手やります。結婚なさったんですか。もうあの18になる娘がおります。はい、娘さん何か言ってました。 この現場に来る前にあのたけしちゃんのサインもらしてくれって言われました。本当か。頑張ってください。はい、頑張ります。制服はほとんどべちょびちょでございます。頑張ってお父さん。お父さん、大丈夫？お父さん、お父さん、お父さん、大丈夫？頑張って、さあ、最後まで頑張るよ。娘さんを応援します。あのカメラに向かって娘さんの名前を。久美子ギャルからな、お父さんな。よし、お父さん、再度挑戦。あ、ダメだ、ダメだ。よし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 、よしよし。どうなんだお前、チリ結局、おい、どうなんだ結局は。かなりのやつが入り込んだろ。何入ってんだ。ここに44名44名の奥前に入り込まれてんじゃないか。よくぞあの高い塀を乗り越えてきた精鋭たち。これからはな、この砦を越えていく。ただし砦に竹城軍団が持っているあの鉄砲がある。あの鉄砲で
これを破られた場合はそこで失格なんだ。一体この、谷隼人団長率いるチームが一体どれだけの苦戦を乗り越えてあの竹市場に、突っ込んでいくことができるかっていうことは、前代の未聞ではないでしょうか。みんなやる気あるな、いいな。よし、じゃあ行くぞ。行けいけいけ。第一砦の攻防は強力な水鉄砲での戦いである。砦の中から狙い撃ちされる攻撃軍にとっては辛い戦いである。しかし竹城を必死で攻め落とそうとする軍勢はその辛さをものともしなかった。攻撃軍は次々と砦を乗り越えていく。この惨めな3名も脱落者である。みんな選手たちはね、この、 密林を通過して第三関門に向けて行きます。さて、いよいよどういう展開が、予想されるか、楽しみです。はい、風雲竹市場、レポーターの柳沢慎吾でした。どうも。選手たちを一体どんな難関が待ち受けているのだろうか。44人もお前入り込まれてんじゃないか。その44人をどうやってあの止めるんだ。殿、ご覧ください。次の関門はちょっとしたもんですよ。向こうにちょっとミニチュアのセットが説明してくれるのが私に。大丈夫か。いかがです殿、この仕掛けです。これをご覧ください。何も言うな、見てすぐ分かった。分かりますか。分かった。さすが殿。首を吊っているな。違います。それでこの首を吊った死体で脅かそうってんだろう。違います。分かった分かった。何もとのお分かり。あ、じゃあこれだ。これがぐるぐる回るってんだろう。回っといてこの人間をぶつけて殺そうってんだ。遊園地じゃない。そんなこと、悠長なことやってられませんよ。一体なんだこれは。実はですね、この中にもう毒蛇だのマムシだの仕込んでるんですよ。毒蛇だのマムシだのと同じもんじゃないか、二つも。同じもんですか。タギ。あ、そうですか。それでここから奴の目がこのロープを立てですが、ここに来なければ。我が方にはつけられないということだ。なるほど。ここからこうグヨン、あ、なこれつまりこれ手でやつらめが握るわけですな。グヨーンと飛んでここへポトッと口にすればですな。これが倒れて相手の頭を打つわけだ。いやいやいや、そんな仕掛けなんだ。まですから殿、殿、つまりこういうことです。うん、いいですか。これはまあ実際は殿手で使いますからな。俺頭の毛に縛るのかと思っておかしいなと思ったんだ。そこはしません。中国のお前サカスじゃないんだから。これをつまり、うん、こっからここを目がけて飛ぶわけですな。ギュッとこう、ところがここまでに来る間に力つきます。うまい。ここに残部とこの落ちる。そうするとここにヒルだの破傷風筋だの風土病が入ってるわけだな。そういうこと。ごめんとなさい。なるほど。それで死んでしまうという。はここにはもう来れないように作ってあるんですから。見てみよう見てみよう。どうぞ。太郎の石倉の言葉通りだとすれば、この難関で一体何人が生き残れるのだろう。秋元。優秀な戦士が次々と脱落していった。しかし苦労はいつか報われるものである。こさいこのやつ。バカ野郎、お前一人、一人だお前だ。一人来てるぞ今。まあ、うまいなあの野郎。ちくしょう。昔なんかこれ後のあれはあんのかな。殿、お任せください。これこそ間違いないやつ。
殿、次なるはこの報復絶踏のこの仕掛けでございますな。これなんだ。敵がですな。いいですか。なんだなんだ。え、はい、いつまで これを一個ずつキノコ食わせようってのか。キノコでないんですよ。キノコでありません。キノコで。これはこの水、これ水です。水の中にも仕掛けがあるんです。これ水か。とこれは何だ。これと石です。ベンチ、ん、椅子、あ、椅子じゃない、石です、石。相手を椅子の上に座らせて落差してどうしようって。ここで体力復帰してしまうじゃない。は、それ暇がないぐらいです。どうなる。ここからですな、うん、この石をどんどん渡っていくわけですな。こう、はあ、あ、落っこちゃった。落っこちるともう中に仕掛けになって溶けてしまうと。なるほどね。いで仕掛けがあるんです、殿。これをご覧ください。ここは踏めるけども、ここはぐにゃっとなって、そうです、倒れてしまう。つまり、こう来る分には構わないですからね、うん、こう来て、こう来るとずっとこういう状況なんです。これバネになってんだ、そうです、そうです。でもぐっと踏んでいけば、バネの反動で声取ってきたら楽じゃないか、殿、殿、それは殿、私は実験したんです。実験したのか。それはできない。で、怒ってしまったのか。怒りました。生きてるじゃないか、お前はこの野郎。いや、私はすぐ医者にかかりましてですな。もうすぐパッと手入れ。こういうという。いや、本当に、その向島の小料理屋のお拝みもらったから、そういうことです。私を信頼する。で、最後に、うん、ここまで来て安心しないといけませんぞ。まだこの2分の1の確率で、大概こっちを踏むんです、バカが。これでペロンとか。そうです。これでペロンチョですよ。はぁ、行こう。いかがですか。この恐怖の竜神池を選手たちはいかにして渡っていくのであろうか。攻撃軍の選手は次々とターザン渡りをクリアして竜神池へ進んでいく。しかし竜神池は次々と選手を阻んでいく。これから殿、お任せください。次なるものを見てください。また笑してくれるか。任してください、任してください。ご覧ください。今度は大丈夫だろうな。悪魔の館と申しましてな、これはもう我々技術人がもう長年研究した。なんだこれ。みんなにこれ一間ずつ与えてどうしようってんだ。いや、与えるんじゃない、与えるんじゃないんですよ。お前、量じゃないんだと会社の。分かってます。みんなお前部屋入ってなくて。殿、ご覧ください、うん、これはこのようになってるんです。あれ、奥のとここから平気で前、人の部屋入って前、不純異性行為か、この野郎。お前殿、ここにいるのをご覧ください。なんだこのハゲは。この強者、金剛です。金剛です。金剛プロダクション。いや、金剛杉良太郎のストロング金剛と申しましたよ。あの筋力のすごい砲丸投げスポーツ大賞で最低新記録を出してしまったという。それからこれ、この彼、岡田と申します。岡田、うちの、まあ、新参者ですかね。これがなかなかこの憲法のこのなかなか不審でございます。この2人でどうしようとか。この2人で、やつらがこの間抜けどもが入ってきた時にどんどん動き回ってきた。この部屋を締め殺すという迷路になって、ここに入ったら運の尽きでございますな。ここから入って、
ここか、ここ出るまで。こう来て。そう来たか。捕まればもうこの。じゃあ俺はここで王手だ。王手、殿こう来て逃げられないな。大丈夫だろ、任せてください。もう腕に覚えのあるもんばっかりです。よし。は、任せて。悪魔の館に潜む二人の怪人に捕まれば命はない。一方その頃、攻撃軍の軍勢は次々と難関を越えてきていた。攻撃軍は次々と進む。最後の砦という最後の砦、お前らぼやぼやしてる、ぼやぼやしてる場合じゃ、最後の砦、今から行け。これをご覧ください、殿。しくら、はっ。お前はいい加減なことばかして。何なんだ、何のあれもないじゃないか。いや、今度は大丈夫だろうな。たまたまそういうことない。この地滑り、この砦を明け渡さなきゃいけませんからな。これ段々畑でジャガイモ作ってんのか、この野郎。ちょっとわけわかんねえだろ、これ。なんだこの、このジャガイモ。そのような時に、そのような、もうおたわむれよ。おたわむれじゃない、殿。これはね、地滑り、ここに、ここをね、地滑り、ここ歩けないになってるんですよ、ここ。お前の説明は何だ。小学生か、この野郎。ですからね、殿。ここ歩けなくなってからどうしたんだ、だから、野郎。殿。じゃない、こしゃくな。何がこしゃくなんだ。俺がいつかこしゃくなんだ。殿。この野郎。これは、ごめんね。あ、殿、お手打ちだけ一つ。お手打ちだけ、殿。お野郎。いやいや、まあ、殿。ね、おさん、あるじゃん。誰がおさんなんだ、この野郎。殿、つまりね、やつだめが、こちらの方からこう。ここに来なければ、ここに来れないです。なんでこのガードマンみたいな、なんだよ。これはもう、これはテレビ朝日のガードマンで森重さん返しちゃったってな。なんだよ。奴の親がこう、プラサな、こう。そうすると我が軍勢が、この岩石を落とすという。面白い。はぁ。ここに、どうしよう。大体ここに来られるわけないんですから。どうしよう。はぁ。これで、ここにこう打ちます。一発ですな、一発ですな。おぉ、おぉ、おぉ。今度はここ。あれ、殿、お頼みは困りますから。ここです、殿。これ、まったく。そんなにいっぱい。まあまあ、しかし、どうですか、これ。で、あいつら全滅だな。当たり前です、殿。なんだったら上から落としてる。これはもう半端じゃないですか。もう言うこと聞かないだろ、こんなね。これはもうね。これは怖いもん知らずだな。そうです。ここはもう絶対、あれだな、通り過ぎられないな。無理です。お前さ、無理です。お前は力強くよく言うね、そうやって。第二砦での守りを固めるのはイルカに乗って復活したジョー・ミチル隊長である。彼の指揮のもと、たけし軍団はいかなる防御の秘策を練っているのだろうか。これ。ほとんど立てない状態ですか。聞いてないのかよ。そこだ、頭、ごっつ、足を。
微妙なところでこの微妙なところで運がいいやつだなこいつはな。第2砦の岩石攻撃をくぐり抜けた戦士の前に突然たけし軍団の戦士が現れて水鉄砲の攻撃を仕掛けた。地方を敵に囲まれた戦士はあえなく失格となってしまった。何か取らなきゃ。再びターザン渡りの地点を見てみよう。うまい。投げるんだろあいつは。組んでしょ。砲丸投げじゃないんだ。あんなでかいわ。こうやっていきなりお前出されて。精鋭中の精鋭柏田義之君の様子を見てみよう。よっしゃー。よし。掛け声がすごい。よっしゃー。こいつはちゃんと踏んでるぞお前。踏んでるのにお前は。身が軽すぎました。踏んでるのに落ちないんだから。第2砦を軽く突破、次なる難関であるジブラルタル海峡のレンジャーロープ渡りに挑んだ。
見事に成功。おめでとう。もうダメ。いやです。苦しい。はい。もうやだ。はい。うちに帰りたい。いや。うちの病家です。え？宮崎です。宮崎から。はい。来たの？こっちにまで？いや大学で。あ大学で。あじゃあ、あこっちまで暮らせるわけだ一人で。すごい苦しそうだね。頑張ってね。はい。ありがとうございます。勝ち進んでいくものがあれば敗れ去るものもある。それでは他の選手たちの様子を見てみよう。続いて魔の龍神池です。行けよ。格声をかけてきました。Bye, bye, bye.
ほら行け、はい、行け、それ行け、それ行け、はい、よしよし、行け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 、はい、これだな、そう、行け、そうそう、はい、そのまま真っ直ぐ行きゃいいんだよ、ずっと真っ直ぐ行きゃいいんだよ。それでは再びターザン渡り地点に戻って選手たちの活躍ぶりを見てみよう。さあこの人はどこまでいけるでしょうか。よし、セーフ。よーそを締めて殺してしまい、ざまあ倒れた、ざまあ見やがる。さてこの人はどこまで行けるでしょうか。まずはターザン渡り。さあこの人はどうでしょう。うまい、軽々と渡りました。そうです、ガッツポーズで友人池です。
さあ、大通り抜けたといっても後が大変。謎のジブラルタル海峡、このレインジャー渡りです。さてこちらはどうでしょう。根を生やしています。頑張っていきましょう。どこまでいけるでしょうか。残念。今の気持ちは？悔しい。悔しい。悔しい。もう少し、もう少し、もう少しだったんでね。はあ。悔しい。悔しい。もう一回やりたい。もう一回やりたい。やりたい。社長ね、もうね、目にね、目を真っ赤にしましてね、もう一回やりたいって言ってますけどね。一生懸命やった。やった。はあ。相当悔しいですね。さあこの人はどうでしょうか。どうか。よし。おら。また見るんじゃないですか。
ジブラルタル海峡のレインジャー渡りを終えて残った選手はたった4名であった。この後にもさらなる難関が彼らを待ち受けている。その頃竹市城内では次なる秘策が出られていた。これがですね、今度我が方はなんとあのボクシングのチャンピオン渡嘉敷、彼とですな、大念寺という憲法のこの達人を。大念寺って坊さんじゃねえのか。そら、いやいや、大念寺孫というね、大丈夫憲法の達人、枝です。大念寺で憲法やってるのか。え、大念寺で少林寺じゃないのか。大丈夫。いや、少林寺で大念寺、そういうつまりそういうことなんですよ、はそれが何どうしてんの。穴を隠し穴を用意しました、それに待機させまして飛んでくるやつを、穴の中に入ったやつをスッと穴に入らなきゃだ、はい、この手つきはやめなさい。あ、大念寺、はい、期待してるよ。あ、竹市城を目前にした攻撃軍を待ち構える不気味な二人の猛者。果たして攻撃軍の運命はどうなるのであろうか。竹市城に攻め込むには渡嘉敷、大念寺の両名が潜む人食い穴に潜り込まなければならない。竹市城に通じる地下道はこの穴の下にしかないのだ。魔の人食い穴を抜けた勇敢な戦士たちがやってくる。一人、また一人、そしてまた一人。三人だっか。よくぞ生き残ってきた我が精鋭たちよ。あ、それじゃあ紹介しよう。名前は。あ、佐藤達夫です。仕事は。学生です。学生ね、はい、一番暇があっていいな。あ、じゃあ二番目は。はい、栗田幸寛です。仕事は。飛び職です。飛び職、身が軽いんだよな。はい、3番目。津川誠です。はい、仕事。スナックのカウンター入って。カウンター入ってね、大表飛び越えたりいろんなことしてんだろ。まあそれはともかくしてな、これからな、宿敵竹市を攻めるからな。軽くじゃいけませんよ、いろいろいるんだから気合入れてこうな。なんだなんだなんだ、城のところに3人も来てるじゃないか。3人もは、生き残ってるぞ。これは、浮かんできた。城の外に来るじゃねえか。あ、殿、こうはしておられませんぞ。出陣だ。出陣だ。出陣だ。逃げ逃げ、とっと出陣。お前も逃げ。あ、俺逃げちゃうかな。殿、殿、殿、上司を頼まれてそういうことじゃ困ります。殿、殿、こういうのはお前、ちょっと殿、危ないんだお前、その怪我でもしたらお前どうすんだ。もう行け。いよいよ竹市城内での銃撃戦が始まった。攻撃軍の騎士の城攻めの結果はいかに。3人ともだらしない、もうすぐやられちゃったんですよ。それで募集したいんですがね、来週ね、私を助けてくださる、体力あって暇があって金のない人どんどん来てほしいんですよ。あれだけいますんで怖いんです。それじゃあ助けて。いつでも待ってるぞ。そう、戦いは終わった。竹市城の目前まで攻め込みながら戦士たちは戦闘むなしく敗れ去ったのだ。しかし
体力の限りを尽くし攻め込んだ3名の選手たちに我々は賛辞の言葉を惜しむまい。敢闘賞の選手たちには賞金として10万円が贈られた。今日の戦いは武士軍の勝利で幕を閉じた。難攻不落と言われた武士城の守りは鉄壁のごとく固かったのである。攻撃軍の精鋭100名の前に武士城はあくまでも厚く立ちはだかった。しかし武士城をめぐる戦いは今日で終わったわけではない。今また新しい戦士たちを迎え明日の輝かしい勝利を目指して厳しい戦いの日々が始まろうとしているのである。武士城の城主ビートたけしを見事打ち止め天高くそびえ立つ武士城を攻め落とさんとする戦士たちよ集まれ。